はい、皆さんこんにちは、高橋圭です。この動画ではですね、 ABC グループ理論の恋愛への応用というタイトルで紹介しようと思います。スクールカーストと恋愛っていうような話をですね、一回してみようかなと思っていて、前の動画ですね、 ABC グループ理論の導入の方をですね、ご覧になった方が多分見やすいかと思います。で、そっちの方の動画を見るとかなり10代の方というか高校生、中学生 の、 アクセスが良さそうな解析結果が出ていますので、そこにちょっとアジャストした動画を作ってみた方がいいかなと、音声を録音してみたら面白いかなと思いまして、中高生受けといったらやっぱり恋愛でしょうということで、恋愛の話をしてみようと思います。で、このスクールカーストと恋愛っていう話題っていうのは、みんなね、相当頭の中にあると思うんだよ。けど、あんまりきちんとまとめていないし、俺もネット上でそういうものを見たことがない、かつ、あんまりそういうことを語ってる人も、書いてる人もいないかなっていうような印象があるんだけど、かなりですね、中高生にとっては深刻な問題ですよね、このスクールカーストと恋愛っていう問題っていうのは。なので、主にですね、今日は身分違いの恋愛というのを語ってみようと思います。というのはですね、具体的に言うと、A グループの女の子と C グループの男の子が恋愛をした場合にどういう風になるかというようなロジックを少し語ってみようと思います。で、これをですね、ただ淡々と語ってもいいんですけれども、実はいい例があります。さっきあんまり動画で見たことないとか言ってて、ストーリーとしてはあるんですね。で、それは何かというと、エイズ・シンプル・ルールという、海外ドラマがあるんですね。和名がですね、パパには秘密というタイトルで、昔ね、NHK でやってたかなっていうようなやつがあるんですよ。で、これのですね、シーズン2のエピソード13から15を見てみてくださいと言って、これを見なくても分かるように動画の中で言いますけれども、一応 YouTube にもあったかな。あと、ニコニコ動画にも、日本語ではあったかな。YouTube にあったのは英語版だったと思いますが、本当にですね、C グループの男の子が A グループの女の子に恋をしている場合は、これは見た方が多分いいと思うし、逆の場合もそうですね。で、これですね、性が逆になった時に、つまりですね、C グループの女の子が A グループの男の子を好きになった時にどうすればいいかというロジックに関しては、それってね、若いうちって本当に成立しにくいのよね。だから、結構、その点 C グループの女の子には、もしくは A グループの男の子には酷な話かもしれないんですけれども、ちょっと成立しにくいので、例えば作品としてはですね、君に届けとか多分そういう作品なんですね。なので、そういうものを見ていただいたらよくて、またちょっとそれがすごくですね、気になるっていう人はコメントをいただければなんかロジックを作ってみますけれども、ちょっと今日はですね、A グループの女の子と C グループの男の子っていう風にしてみようと思います。で、この話はですね、この A グループの中で、ブリジットっていう、女の子、ほぼ主人公かなが出てくるんですね。で、この子と C グループのジェレミーっていう、これはこの回にしかほとんど出てこないんですが、このキャラがですね、いい感じになって付き合って破局するまでの話っていうのを、3話で見せています。で、この3話が1話が20分ぐらいなので、40分で見れるっていう意味では、最短で恋愛がこう、成立してから終わるまでっていうのを示している。かつ、この A グループと C グループという視点もきちんと入ってるっていう意味では、多分これ以上の作品を俺は見たことがないというふうに思うので、結構おすすめです。で、このブリジットっていうのはですね、A グループなんですよ。この A グループの子がですね、妹のケリーっていう子にですね、バレンタインデーがあって、可愛い子と可愛くない子っていうのは恋ができるかできないかみたいな、そういう話をするんですよ。したときに、可愛くない子は恋ができないってことっていうふうにブリジットに聞くと、ブリジットは、それは恋じゃない、傷の舐め合いだというふうなことを言うんですね。で、この多分、英語で言ってる方がちょっと面白くてですね、That's not love, that's company って言ってるんですね。この company って会社っていう意味ではここではなくて、
なんだろう、同伴だとか同じコミュニティにいるだとか、まあそういう付き合いがある、まあ付き合いがあるっていうと日本語だとお付き合いになっちゃうんですけれども、まあそういうこう人間同士の付き合いがあるっていうような意味のカンパニーだと思うんですね。で、それはラブではなくて、このカンパニーだよっていう意味を考えてみると、 A グループっていうのはそれなりに恋愛が活性化されてできてると。だけれども C グループっていうのはそこの活性化から漏れちゃってる人たちだから、その漏れちゃってる人同士で恋愛をしてるっていうのはそれは恋ではなくてカンパニーでしょって、ちょっと説明になってない気もしますが、ちょっとニュアンスが伝わってくれればいいんですけれども、なんて言えばいいのかな、まあよく僕ら疎水結合っていう言い方をするんですね、理系の中で。で、疎水結合みたいなもんなんですよ。それは何かというと、みんな仲良しっていう状態がありますよね。みんな仲良しっていう状態があって、その中に仲良いっていうロジックを知らない人がポン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 入るとですね、その人たち同士で集まるわけですね。あ、仲いい人たちってああいう風に付き合うんだ、僕らわからないから、わからないからって言って集まるコミュニティが C グループだとすると、このカンパニーっていうのは結構そういうニュアンスが入ってると思います。で、まあこんなことを言ってた A グループのブリジットなんですけれども、その C グループのバカにしている C グループのジェネミーに恋をしてしまうっていう話なんですね。で、A 名のタイトルが Opposite Attract っていう風に言ってる、この Opposite っていうオポジッツっていう意味はですね、 A グループと C グループの意味を出していると思います。で、この、まあ、ジェネミーっていう子が、まあ、同級生なのにブリジットの家庭教師になるんですね。これ、まあ、結構この辺がさすがアメリカだなと思うんですが、これアメリカのドラマなんですけれども、さすがアメリカだなと思うのは、これ金銭的なやり取りありで家庭教師になるんですね。まあ、普通日本だったら、まあ、勉強を教えてあげる関係とかっていうのは、金銭のやり取りがないんですけれども、アメリカではありっていうようなところが結構面白いんですけれども、まあ、それで、実際にいい感じになっちゃうんですね。このジェネミーとブリジットが、まあ、ひょんなことから。で、このいい感じのところをですね、A グループの仲間に見られて、ブリジットが笑われるんです。で、普通、これで、やっぱりジェネミーとか好きになっちゃいけないんだ、ブリジットは A グループなんだからっていうふうに、お互いに思うって言って離れていくっていうのが、まあ、割と日本でよくあるパターンかなと思うんですね。で、まあ、日本の中高生の間でもですね、結構 A グループと C グループの恋愛、プレ恋愛みたいないい感じになってるっていうところは結構見られるんですよ。見られるんですけれども、そんな姿を見られて、他の人に見られて、 A グループでも、まあ、もしくは B グループでもいいんですけど、これはに見られて、もちろんね、 C グループでもいいんだよ。C グループでもよくて、それを見られて、あいつらいい感じなのみたいな、それちょっと身分違いの恋愛なんじゃないのっていうふうに笑われて恋が発生しにくいっていうのは実際にあるんですね。で、まあもちろんですね、そういうことをあんまりしない方がいいですし、その周りの人間が人の恋愛を見て笑うっていうのは良くないことですから、まああんまりそういうことをしない方がいいっていうのかつですね、本人たちもどうせ笑われるだろうなと思って自分の気持ちを抑えるのはちょっともったいないので、まあ、その辺は一つ学習として注意してみたらいいかなと、まず思います。でですね、お話としてというよりもロジックの話を少しずつしますけれども、A グループの人っていうのは恋愛が習慣化してるっていうふうに思ってるんですね。で、まあ、習慣化しているっていう事実があると言ってもいいし、 C グループの人たちは恋愛っていうのは A グループのものだっていうふうに思ってる部分があるんです。で、かつですね、A グループの人たちも恋愛っていうのは A グループのものだというような結構前提があることが多いです。で、C グループの人たちは、まあ、それに対して、まあ、例えば恋愛は A グループのものっていうふうに思ってることもあるし、かつ、この辺ちょっと矛盾してるんですが、 C グループの恋愛は C グループの中ですべしというふうに思ってるケースも結構あります。で、実際にですね、この8 Simple Rule の話の中でもジェレミーっていうのがですね、同じ C グループのレイシーをデートに誘うというシーンがあります。で、まあ結構こういうことしちゃうんですよね。っていうのは、実際に付き合ってなかったとしても同じ C グループの女の子と話してるだけで、
本当に A グループの女の子、C グループの男の子が本当はいい感じにあったとしても、話してるだけで、A グループ側から見ると、あれそういう感じなのかしらって思っちゃったりするんですね。で、これはどうして起こるかというとですね、この A グループであるブリジットは、C グループには C グループの恋愛のロジックがあるっていうふうに思うからなんですよ。ここが結構難しいところで、結構すれ違いですよね。要するに C グループの人は A グループのことを、恋愛は彼らのものだ、彼らに何かロジックがあるんだっていうふうに思ってるわけですね。で、逆に A グループの人は C グループの恋愛的なシーン、もう本当に隙間垣間見れる C グループの恋愛っぽいシーンに対して、あれ C グループには C グループの恋愛があるのかもしれないっていうふうに思っちゃうわけですよ。そうすると、お話の中ではどういうことをするかというとですね、この A グループのこの A グループのブリジットというのは C グループに合わせて勉強しまくったりとかですね、この C グループのジェレミーがいるオタクのパーティーに行ったりするわけですね。ここでもう無理をすると、背伸びになってない背伸びをするわけですね。 C グループに自分をアジャストしてみようというふうに考えると、 C グループの恋愛のロジックの中に自分が入っていけるんじゃないかというふうに考えると、まあ結構切ないけれども、実は本物の恋愛としてはいい壁になっているというか、この恋愛が本当であることを示すのにいい壁になっているっていうふうにも言えるし、かといってこの違いっていうのがまあオポジットですごく切ないっていうふうに捉えることもできると思います。で、お話の中では実際にブリジットとジェレミーがうまくいっちゃいます。まあなので、まあお話だからね、うまくいっちゃうっていうのがどんどんこう積み重なっちゃうわけですね。で、まあうまい具合で、まあこのジェレミーがですね、ブリジットにずっと家庭教師をしている中でいろんなことを教えてると。でも教える必要ないよっていうようなことを言ったときに、いやでもまだ教えてほしいことがたくさんあると。で、弁論大会があるからと言って、正直は最良の策かというような、まあ弁論大会じゃなくて何だっけ、ディベート大会があるわけですね。で、このディベート大会でですね、レイシーとブリジットが戦うんですけれども、ブリジットが負けちゃうんですね。で、まあ、そこに対して、ブリジットがですね、ジェレミーに、レイシーにおめでとうって言えばいいじゃないのみたいなことを言って、いやそれ何言っているのっていうふうにジェレミーが言うわけですね。その時にブリジットがまあ少し告白みたいなことを言っちゃうっていうところがあって、でジェレミーとブリジットがうまくいくというようなロジックです。でもうその次の回からですね、もう完全にこのブリジットとジェレミーが完全に付き合ってるシーンから始まるんですね。そうするとブリジットはこの2人の関係に対して本とか哲学とかっていうのが、まあ、ゆっくりした時間の流れっていうものがありますから、本を読むだとか哲学っていうことに対してね、なのでそのゆっくりの時間っていうのを感じ取って、これが深い愛情なんだっていうふうに思い込むわけです。ここは結構面白いところだなと思うんですが、でそうするとですね、まあどういうふうになるかというと、このブリジットっていうのは A グループでまあ可愛いわけですよ。なのでたくさんいろんな男からアプローチがあるわけですね。で実際にこのダミアンっていう元彼からアプローチがあります。その時に迷うわけですね。でジェネミーっていうのがこんなにいい彼氏がいるのに、どうしてダミアンなんかにこう迷ってしまう自分がいるんだろうっていうふうに思うと、これ迷ってると、まだ迷ってる状態したときに、ジェネミーは C グループで賢くて頭がいいから、これは待ってくれるだろうと思うわけですよ。けれどもジェネミーとしてはですね、でも恋愛ってそういうものなのかなっていうふうに思うわけですね。そんななんかいろんな男がたくさん来るような女の子を自分は好きになっているのかなってないのか、まあおそらく好きになっているんだけれども、これってどうなのって思うわけじゃないですか。で、ブリジットに、まあ、そういう言い方をするわけですね。秀才も長くは待たないよと。これ覚えておいてねと。で、実際にブリジットはダミアンとどこか行くわけではないんだけれども、その迷ってる姿を見て、ジェレミーっていうのは不安になって、誰かと真剣に付き合う前にやっとかなきゃいけないことがあるんじゃないのというような言い方をするんですね。で、これは完全に俺の回答ですが、それはすなわちきちんと自分を持つことだというふうに思います。まあ誰かとですね、恋愛以外でも普通の関係性の中でもですね、自分をきちんと持ってないと、誰かと友達関係にしても恋愛関係にしても深くなることなんかできないんですよ。なのでまず A グループとか B グループとか C グループとか関係なくですね、自分が
自分であるっていうことに対してある程度の自信を持ってるというか、きちんとこう自己自身であるっていうようなことを持っていないと、相手とじゃあ今度こうなるとか、相手の価値観をここは受け入れるだとかっていうようなことになっていかないっていうふうに、まあ単純に俺は思うんだけどね。なのでこの観点がブリジットにない、まあ、もしくは、まあ、本当のことを言うとですね、ジェレミーにも多少ないんですね。まあ、こういうことを言ってるけれども実はないっていうところが、まあ、面白いすれ違いとして一つの作品として描かれてるなと思うので、まあ、ぜひ見てみてくださいという、まあ、完全に CM 動画になってしまっていますが、ABC グループ理論を使うとですね、こういう作品も結構クリアに見えてくる部分があって、もちろんですね、他の作品でもこの A グループと C グループの恋愛を描いているものっていうのはたくさんあるんだけれども、こんなに短い時間で、まあ、かつシンプルに、この2人だけをある程度描きながら進んでるっていうのはあんまりないんじゃないかなとも思います。で、まあ、注意点をちょっとまとめてみますが、 C グループの人っていうのはですね、 A グループ的な論理だとか A グループの価値観を包括とするような表情があることを激しく嫌うんですね。でこれはこの8シンプルルールの中にも結構出てくるんですけれども、ブリジットがですね、 A グループの論理に合わせるために C グループのジェレミーに対して、それ何なのみたいな、もういいでしょってこう結構適当になるシーンがあるんですね。それが確かね 2,3 回あるんですよ。でこの 2,3 回ジェレミーがすごく嫌な表情をするんです。なのでというわけではないんですが、こういうのは結構普遍的な論理としてあると思います。例えば C グループの人と A グループの人がコンビを組むとか、もしくは何か同じ仕事をしなきゃいけないって言った時に、いや俺ら仲間でちょっとこういうのがあるからっていうような、A グループ固有の価値観みたいなのを C グループに示して、その C グループの一個人に対してないがしろにするような素振りだとか身振りだとか仕草をすると、すごく C グループの人っていうのは傷つくというようなところがあるので、まあ、もし A グループと C グループで恋愛しようと思っている人はですね、この点に関して非常に注意した方がいいと思います。でかつですね、まあ、これは一般的な恋愛だけではなくて、それ以外にも成り立つような論理なんですが、 A グループにはたくさんの相互作用がある、まあ、友達たくさん多いですからね。でかつ早いんですね、時間が。なので、かっこいいとか、なんかこれすごくイケてるだとか超すごいとか、そういうものに対して弱いっていうのが A グループの特性なんですね。なのでこれが恋愛と混同しちゃうっていう点ではすごくちょっと切ないというか悲しいのがあると。で C グループはですね、逆に相互作用は少ないんですけれども、時間がゆっくり流れると。なのでまあ本を読んだりだとか、もしくはまあ前の動画でも言ってますが、今楽しむのではなくて、未来楽しいことがあるだろうから今勉強しておくというようなことが C グループの人はできるんですね。なので、まあ、この点が A グループと C グループの人の大きい違いではあるんですけれども、でこの C グループの時間がゆっくり流れるというところを A グループの人が見て、でこの人に恋をした時に、あ、これは本物の恋愛なんだっていうふうに勘違いしたりするわけですね。でかつこの C グループの人っていうのが、このたくさんの相互作用を見てしまった時に、あ、これは本当の恋愛じゃないのかもって思う確率が高いわけですね。なのでこの点には非常に注意しないと、なかなかやっぱりオポジットアトラクションっていうのは成り立たないんじゃないかなというふうに思います。で、こういうことを全部言ってしまうのが実は手っ取り早いです。なので身分違いの恋愛をするときに結構必需品として、この言葉なんじゃないかなと思うのは、正直は最良の策なりっていうところが多分あっていて、正直ですね、実はこのディベートの中で正直は最良の策かどうかっていうディベートが行われるんですが、おそらくこの脚本を書いてる人っていうのはここが頭の中にあるんだと思うんですね。でなかなかですね、ちゃんとこう相互作用を取れてないんですよ、このジェネミーとブリジットっていうのが。なので、ちゃんと言うと、自分は今不安なんだとか、もしくは自分は
まあ、自分は不安なんだってことを伝えるってことは非常に大事ですよね。つまりこのグループによって自分はまず、違うグループだからすごくその点が不安なんだというようなことはまず相手に伝えないと、どこが不安なのかっていうのを相手は認識してない、予想外のところで相手はすごく不安に思っている。かつ時間の速さの違いっていうのもすごく感じなきゃいけなくて、 A グループの人っていうのはものすごく時間が早いと、かつ C グループの人は時間がすごくゆっくり流れるので、この違いをすごく認識しながら進めていきながら、正直は最良の策っていうことを常に頭の中に置きながら相手のことを思うっていうのが、割とこの2つの恋愛をこの2人の恋愛を成り立たせるのに必須なんじゃないかなというふうに思うわけです。ということで、まあこの辺にしておこうかなと思います。はい、面白いなと思った方はですね、ぜひグッドボタンを押していただくと幸いです。まだチャンネル登録も募集していますので、ぜひ赤いボタンがまだ赤くなりっぱなしの人はですね、押していただけると幸いです。で、まあこれも実際見てみてくださいね。8 Simple Rule のシーズン2のエピソード13から15、これ前を見てなくても全然見れるので、この13話から15話まで、もしくは日本語だと41話から43話かなを見ていただけると、すごく A グループと C グループの論理が分かると思います。ごめんなさい、 B グループの方今日は全然出さなかったですが、すいません。というわけで終わります。